皆さん、こんにちは。今世間では市川猿之助さんの話題で持ちきりですよね。猿之助さんがあのような悲劇を起こしたのは、直前にリリースされた性加害、パワハラを綴った暴露記事に心を痛めてと言われていますが、真相はまだ分かっていません。ただ確実に分かっているのは、明確な意思を持って命を絶つ行為に出たことです。意識が回復した猿之助さんが、死んで生まれ変わろうと家族で話し合い、両親が睡眠薬を飲んだと声明を出していることが何よりの証拠と言えます。さらに遺書の存在も同じことが言えるでしょう。遺書には、先立つことをお許しください、申し訳ありませんと書かれていたからです。そのため、明確な意思で最悪な選択を取ったということが言えるでしょう。そんな真実を暴き出した遺書ですが、その存在がもう一つの謎を読んでいることをご存知でしょうか。深く考えてみてください。先立つことをお許しください、申し訳ありません、この文言はドラマでも実際のそういった現場でも昔から使い古されたものです。それも大概が親に対しての思いを込めて文字が綴られています。しかし猿之助さんは家族と話し合った上で一家心中を選んでいます。つまりこの言葉を当てた人物は親ではないのです。それでは一体誰に向けて当てた手紙だったのでしょうか。実は現場付近にそのヒントが隠されていました。猿之助さんが見つかった場所のすぐ近くに、壁に立てかけられたスケッチ用のキャンバス、そこに「愛する M 大好き、次の世で会おうね」という内容が書かれていたのです。またここには財産分与に関する文言まで記されており、なんと親族に財産を渡さず、この M に全財産を明け渡すと明記されていたのです。親族ではない人物に相続と考えると、よっぽど信用できる信頼の厚い人物だと言えるでしょう。ではこの M とは誰なのでしょうか。一番有力と言われているのが猿之助さんのマネージャー兼俳優である石橋正隆さんです。 M が高橋さんである理由について触れる前に、ここで少し高橋さんについて軽く紹介させていただきます。正隆さんの経歴を調べてみると、1990年 TBS 月曜ドラマスペシャル「弟」主演斉藤由貴に子役として出演されています。残念ながら画像などは残されていないようで、この作品がデビューになるのかもしれません。その後の出演作品は複雑になった人間関係をベースにした作品が多かったようです。2000年の「侵略美少女ミリ」ではターバンマンという役もされていますね。その後もドラマ出演されていますが、数は少なくちょい役が多かったような印象です。舞台では1988年「さよならの約束」に出演されたのが初舞台となります。正隆さんの父親は俳優の石橋庄司さん。庄司さんは1970年代には「明日のジョー」の舞台映画ともに主演を務めるなど大きな活躍をされています。その後もドラマや舞台で活動され、市川猿之助さんの「スーパー歌舞伎に」を含め猿之助さんとの共演も多数されています。また歌手としても「夜明けの停車場」で1972年にはオリコンランキング11位を獲得し、第23回紅白歌合戦にも出演されています。そして息子の正隆さんも俳優としてドラマや舞台で活動し、市川猿之助さんの舞台やドラマにも単独で出演されています。所属事務所などの情報は見当たらないことから、ソロで活動されているようですね。それではなぜ正隆さんが M と言われているのか、今からその理由を見ていきましょう。第一発見者は猿之助さんのマネージャーの男女2人と言われています。マネージャーは猿之助さんの家に入って声をかけましたが、応答がなく探したところ、猿之助さん、次に両親を見つけ、60代の女性マネージャーが119番通報したということです。この第一発見者のマネージャーの男女の一人が正隆さんではないかとの憶測が飛んでいるんですね。また
正隆さんの母親が昨日の猿之助さんのことがあってから子供とは連絡が取れていません。歌舞伎関係のお仕事もしているとは聞いていましたが、猿之助さんの身の回りの世話までしていたとは聞いていません。猿之助さんはとても素晴らしい方だと聞いていました。舞台でもご一緒しており、兄のように慕っていました。この M という人物は猿之助さんの身の回りの世話までされていたということです。ここからも正隆さんに当てたものだったのではないかと言われているのです。そもそも事件当日に現場から119番通報したマネージャーというのはこの俳優のことと思われ、救急車で段四郎さんらが搬送された後に現場で泣き崩れていたのを報道陣にも目撃されていますと報道されており、この第一発見者のマネージャーが M という人物であり石橋正隆さんであることは揺るぎない事実なのではないでしょうか。また先ほども紹介したように、正隆さんの父は石橋庄司さんで、猿之助さんに請われスーパー歌舞伎にやその関連に出演され、息子さんの正隆さんは単独で猿之助さんの関連の舞台やドラマに出演されていたりといった、それを裏付ける証拠もあることからもやはり疑いのような一事実でしょうね。それでは気になるのは、なぜ猿之助さんはこの M に向かって遺書を書いたのでしょうか。親族一同生まれ変わってとはどういった意味なのでしょうか。ここからは憶測になりますが、おそらく猿之助さんはマネージャーとして世話をしてくれて、その上同じ舞台の上で立つ人間として正隆さんを相当慕っていたのではないでしょうか。それは盲目とも言えるほどにです。そんな状態で猿之助さんは自身の性加害やパワハラといった暴露記事をリリースされてしまい、人の目に正隆さんの目に自身の汚い部分を見られてしまうことになってしまいました。これが真摯に仕事に打ち込む正隆さんのことを思うと恥ずかしくてたまらなくて、生まれ変わってまた出会うことを決意したといった経緯があったのかもしれません。何もそこまでと思うかもしれません。しかし猿之助さんには男性が好きな男性、いわゆるゲイやホモ、LGBTQ に該当する人間であるという噂が昔からあります。これが本当だった場合、もはや恋母に近しい感情を抱いていた場合はどうなるのでしょうか。ここで視点を変えて考えてみましょう。こんなことをされて本人はどう思っているのでしょうか。やはり嬉しくはないでしょう。その証拠に人目もはばからず泣きじゃくり、まだ家にも帰れていない状態です。やはり猿之助さんのした行為というのは早まった行為、最悪の選択だったと言えるでしょう。嫌いになることはないにせよ、一生許せない出来事となったことは間違いありません。いかがでしたでしょうか。今回は市川猿之助さんが宛てた遺書の差当人について見てきました。第一候補である正隆さんは現場で泣き崩れる姿も目撃されているようで、心にはかなりの深い悲しみが刻まれてしまっている模様。第一発見者となったマネージャーお二人の心中を察すると、あまりに辛すぎる出来事、心身ともに疲れが出なければと心配です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。